カレーについてきてますね、はいはい、福島県リラメル、はい、村上さんのカレーの話、すごく面白かったです。私の昨日の夕飯カレーでソースとマヨネーズかけて食べました。うわうお、お二人はカレーに何かかけたりしますか。俺昨日のそのカレーそれこそ隠し味で、うん、出汁取って。えマジで、うん、その蕎麦屋さんのなんかカレーチックな出汁好きやねん。最近青出汁取ってあで、まあ、肉は別で炒めてたとこに最初に出汁投入して代わりに、ね、で人参とかもいきなり入れんとちょっとだけ炒めてから入れてとかしたな、はいはいはい、あいいですね、こだわりですね。あえてじゃがいも入れへんかった。あ分かる、じゃがいも入れるとホロホロするやん、うん、ザリザリするからさ。そうザラつくから、うまいことできる人はいいんやけど、これやっぱなかなか難しい。そうや、ね、導入の分かる。僕はあのこの人ソースとマヨネーズ、ソースとか、いや俺ないわ、ない、かけへん。俺ソースか醤油、なんかね、なんか関東と関西でなんか違うんだよね、ソースと醤油って。どっちもいけんねんけど、たまに気持ち乗ったらかけるソースとか。ノーマルやな。であと卵かけるでしょ。卵家じゃやらん。あと卵はあのご飯の方で割る。あもうあのルーに溶かしちゃうとマイルになっちゃうから、はいはい、そのルーはそのままでっていうこだわりはあるかな。まあそな外で食べるときはいろいろ試すけどな、うん、福神漬けとかもめっちゃ、ね、食べるけどな、うん、家でするときは、まあ、極力、まあ、シンプルになるな。もうでもあごだし取るっていうのは確かに、あごだし何でも合うよね。カップ麺とかもあごだしで作ったら美味しいしね。まあ、あんなもん別にもう、まあ、まあパックのやつ凍っとるからな、うん、水入れてそれ入れとけだけやし、トビウオのね、うん、あれ美味しい。カレーもそりゃもう凝り出したらいろいろあるやろうしな。もうそりゃ料理人の方からしたらそれはもうどう突き詰めんねんっていうぐらいのもんやろうけどね。まあまあもう自分で食うだけやからな、うん、そう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 。だから気にせんと作れるし試してみたりできるけど、ヤス、うん、の家のカレー食べたことある？実家のやつ？あのいや、ヤスが作ったカレーない。食べたことあるんやけど、うん、あカレー好きやんか、うん、なるほどって思うで。なんだどんなうまいね、もつカレー作ってんの。おお、もつって下処理大変なはずやのに、どうしてんのかなって思ったけど、うん、めっちゃ甘みとうまみが、うん、凝縮されたカレーで、うん、やっぱお前カレー好きやねんなーって、うまいわーって言って。あいつだって一時さ、うん、カレー作ってんのは知っとって、うん、次足していくわ言うて、うん、だからそれももつカレーなんかな、何カレーだったか忘れたけど、なんかルー足していって毎日仕事終わったら家帰って面倒見てたの。そう火入れてってしててって、である時長期の休みができたから言って沖縄飛ぶねん言って、でもカレー作ってんねんけどどうしよう、いやそれも食べて帰るか、うん、したら言って、もう全部なくしてから行ったら言って、いやでもそのルー足して持てるから結構量あんねん言って、うん、でもまあもうこれしゃあないな言って、うん、もうお裾分けするかなんかとかいろいろ考えたら、もう分かった考えてみる言って、でなんか沖縄行って、うん、で帰ってきたよ、うん、で、あそうやそう沖縄行ってきたんやんな言って、うん、でそのカレーの話をパッと思い出したから、ヤスカレーどないした言ったら、しんちゃんカレー腐らしてしもうた。おいそんなことなるの分かっとったやろだから言うたやんって、だから言うたやん。あいつあの多分受け取り先なかったやん。うんなかった。ほんで一応それもそのままにはせんと冷蔵庫には入れていったらしいじゃんけど、あ、まあ、まあまあやっぱあかんかった。まあ夏場やしな、難しいな。まあ入れてるもんでその持つやったかどうかはちょっと聞きそびれたけど、カレー救出作戦失敗。失敗。うわ安悲しかったやろうなあいつ。めっちゃ悲しいかもしれない思い出させてもうたよいやショックやからな、まあ、こうちょっと置いとける分 ね、 ね寝かせればまたうまなるし、まあ、今の時期は保存状態気をつけてほしい。せやね、うん、ね